おはようございます、宇城和樹です。今日は代々木公園でなんか謎な会を開こうと思っておったんですけれども、雨ですよ。雨、ドアメです。で、雨が降ったからさ、なんか屋根のある建物を見つけてこの下に入ろうかなと思ったら、よく見たらさ、穴が屋根に開いてるんですよね。なぜ穴を開ける必要があった、ここに。雨が、なぜ見渡す限り屋根がなくて途方に暮れてます。あと銀杏臭い。雨です、雨。はい、11時50分ですね。待ち合わせ、傘のこれがペンペンして、待ち合わせの前の時刻までには必ず待ち合わせ場所には行きましょう。しかしね、これぬぐるみも邪魔だしさ、これ。はい、ということで12時になったんですけども、あと5分ぐらい、もうね、雨が止みません。案の定台風が来てたらしいよ。はい、ということで雨の中の代々木公園に今いるんですけれども、もう髪の毛がボショボショで、玄関もびしょびしょで、なんかちょっとドロドロで、ちょっと臭くはないんですけど、まあ大丈夫です。今来てくださった方と写メ撮ったり、なんかものものと交流した感じ。恥ずかしい。じゃあみんなでスクリーンショットするので、端っこがここ、端っこここです。こっちが ここです。こことここね。あ、本当に綺麗に整列していただいてありがとうございます。かかとをすぐ取れるからね。はい、入ってるかな、入ってるかな、入ってる。あ、嬉しい。カズヤ先生。まあ。落とした。いろいろ落とした。ああ、どこに置けばいいんだろう。はい、ということで、代々木公園でのオフ会が、待って、これ絶対かぶってるよね、私の後ろ。どうしよう。はい、ということで代々木公園で今オフ会を終えようとしている、今からバイトに行こうと思ってるんですけど、今日お集まりいただいた皆様です、ありがとうございます、本当に。いや、ということで、集合写真のスクリーンショットするので5秒止まってください。いきまーす。5秒も必要ないです。しないうちに雨が降るから。失礼します。ということで、本当にまったりまったりすぎる回だったんですけど、次は晴れの日に出ます。